はいさーい。ということで大阪3日目、はい、大阪3日目なんですけれども、はい、カードキャプター桜店にもめちゃくちゃ行きたくてですね、今日は、うん、あの中はね撮影全然できないんだけど、うん、そうだね、もう私の気持ちを晴らすためだけに来た。で大輔さんはなんか一緒に行くって言ったから、そう、まあね、ちょっとちゃんまりがハマってるものを俺も見てみようかなと思ってですね、うん、そんな感じです。全然容赦せずに楽しむからね私。はいよ、じゃあ行きましょうか。行きましょう、早く行こう、早く行こう。さあ、ちゃんまりさんすごい楽しげにルンルンしてるな。いやでも実際ね、こう嫁が楽しむ姿を見るっていうのはまあ一つのレジャーとして非常に楽しい。はい、おー、ありましたか。さあ、じゃあ入っていきましょう。この中はちょっと撮影禁止なので、さようなら。いや俺もなんかね結局楽しんじゃったね。じゃじゃん、お、このねイラスト集を買いました。いやー、萌え萌え安直かということで、まあ、はい、桜店はこれぐらいにして、はい、ここからどこ行こうか。ちょっと飯食いたいね。あ、そうだね、うん、ちょっとお腹すいた。ちょっとじゃあその飯行くとこまで Vlog 撮っちゃおうか。はーい、ゴーゴー。さあ、ここからは電車のない県で育ち電車が未だに苦手な大輔さんが私をエスコートしてくれるということで、とりあえず入っていいよ。書いてる移動システム、はい。ということでね、道頓堀に来てます、はい、でこの辺りでちょっと食い倒れしようかなと思って、うん、いろいろ食べ歩きしていこうかいな。せっかくだからね。ちなみにちゃんまりは何食べたいの？ね、うん、今あそこに寿司三昧が寿司三昧全国チェーン、沖縄にないもん。確かにね、そうだね、じゃあ寿司三昧からやっていくかまあそれはそれとして、うん、まあ、大阪名物たこ焼きとかね、定番も食べたいね。そうだね、要は食べ歩きだね。まあそうなりますね。たこ焼きの食べ比べもしてみたいし、うん、よし、ちょっとじゃあいろいろ行きましょうか。行きましょうか、レッツゴー。はい、ということで、はい、まあ、2人で5,246円。おお、大輔さんが8缶ぐらいか。そうだね、私も5缶か6缶ぐらい食べたな、うん、っていう感じで、まあ、美味しかったね、いつ食べてもここは。次はじゃあ何食べに行く？次はちゃんとたこ焼きを食べましょう。 OK、 大阪名物、じゃあたこ焼き食べに行こう。行こう。たこ焼き、あー、いいね、初たこ焼きだね。そうだね、一軒目はね、たこ八総本店さんってとこだね。じゃあ食べていこうか。はーい、おいしい。美味しい。おー、完食。はい、ごちそうさま。ごちそうさま。味のレビューはどんな感じ？あの、トロトロ系でね。あ、トロトロ系だね。結構しっかり味強め。ほう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 、うん。たこ焼き2店舗目はこちら。お、こちらだね。じゃあ行ってみようか。はい、ということで、はい、あっちっち本舗、なんか1店舗目とね、そんなに雰囲気変わらなかったの？そうね、味の雰囲気は、うん、タコが大きかったのかな。あ、そうだね。で、あと個数多かったから、うん、そう考えたら1店舗目よりお得か。コスパがいい。コスパがいいね。まあ、味は甘辛系で、ちょっと味濃いめで、ふわふわ系かな。はい。
はい、ということで今、ホテルに戻ってまいりました。はい、ただいま戻りまして、お腹いっぱいなんだよ。めっちゃお腹いっぱ い, いでも美味しかったからね。美味しかった、いっぱい食べちゃったよ。しかも美味しいだけじゃなくて、やっぱ安いよね。安い、もう1万円分ぐらい食おうと思ったのに全然食えなくて、うん、そしてね、今ホテルに戻ってきてちょっとお風呂入ってきたんですけど、そのタイミングでなんと、登録者2万人超えました。超えました、このタイミングで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、こんな早く正直2万人行くと思わなくて、うん、ありがたいよね。いや、もうびっくり、ありがたし嬉しさ爆発。うん、こんだけ静かにやってるけど、すっげえ今喜び爆発してるから俺たち。じゃあホテルだからね、声張れないからね。こんなね、うちらの普通の日常をね、配信してるだけで、うん、こう楽しんでくれる方がたくさんいるっていうのはね、本当嬉しいね。嬉しい、本当にありがとうございます。はい、ということでね、明日大阪最終日なわけなんだけども、うん、また明日の大阪編のビデオブログも楽しみにしていてください。はい、はい、ということで、じゃあバイバイ。バイバイ。